ゃないね。ただの喧嘩ってことにしねえか。おいおい、ここまでか。見慣れねえ流派だが、なかなかやるねえ。ねえんだな。おいおい、本気で俺を切るつもりかよ。やるねえ。幕府と戦を追っ始めようってやからに吹き込まれたんだろうな。戦なんざつまらねえ。戦に使う火薬を集めてみろ。これよりすげえ花火が打ち上げられるってもんだ。松陰さんに手出したのは幕府の方じゃ。わしは恩師らを許せんぜよ。だから幕府を倒すってのかい。で次はどうする。まさかその刀で黒船を沈めようってんじゃねえよな。じゃあおまんはどうしよう言うかじゃ。明暗があるっちゅうなら言うてみ。俺は日の本にも軍隊を作るつもりだ。こっちにも黒船がありゃ偉人に舐められることもねえって思えよ。違うかい。それに倒すも何も幕府はもうとっくに死にてえなんで、中から見てりゃ一目瞭然よ。ならば幕府を倒すより内から立て直す方が手っ取ればいい。どうだい、お前さんたちも手伝っちゃくんねえか。暗殺や焼き討ちなんざ目覚めが悪いだろう。